タイリングの仕上がりの良さだったり使いやすさから今回は第1位に選ばさせていただきました。こんにちは、表参道ヘアアーティスト、あやまるです。今回はおすすめのヘアオイル3選を紹介していきたいと思います。皆さんヘアオイルは普段使ってますか？ヘアオイルは髪を保湿するためにも使うし、スタイリングする時にも使えてすごく便利ですよね。でも種類が多すぎてどれを選んだらいいかわからないって悩んでる方も多いんじゃないですか？そこで今回は美容師である私がおすすめのヘアオイルを3つ紹介していくので、ぜひ皆さん参考にしてください。それでは発表していく前に一つ説明しておきたいことがあって、それはヘアオイルにはヘアケア用とスタイリング用、この2種類があるということです。これ勘違いしてる人結構いるので注意してくださいね。ヘアケア用は髪の毛を乾かす前に使うヘアオイルになります。なので使い方としては洗い流さないトリートメント、普通のミルクタイプとか色々あると思うんですけど、使い方は同じです。逆にスタイリング用は髪を巻いた後だったり、ヘアアレンジする前につけて髪に潤いだったりツヤを出しておしゃれに見せるアイテムのことです。今だったらね、ウエットヘアとか前髪の束感作る時とかすごく使えますね。もちろんヘアケア用のオイルをスタイリング用として使っちゃいけないわけではないし、スタイリング用をヘアケア用にちょっとだけ使うっていうのも全然ありなんですけど、要は質感が結構違うんです。ヘアケア用のものは割とサラッとしていて、スタイリング用で使う場合はあんまりツヤ感だったり濡れ感を出すことができません。逆にスタイリング用のものをヘアケア用として使う場合はちょっと乾かした後もなんかペタペタするなとか、ちょっと油っぽいかもな、重いなっていう感じが強くなってしまうので、寝る前に髪がなんかベタつくの嫌だなとか、なんか朝起きると髪の毛ペタペタしてるなと感じている方はもしかしたらこれが原因かもしれないですね。市販で売っているオイルはヘアケア用のものが多くて、私的にドラッグストアに置いてあるオイルでスタイリング用として使えるものは大島椿が一番いいかなと思います。というか大島椿ぐらいしかない気がしますね。まあ、もしかしたら他にもあるかもしれないんですけど、ウェット感出したりとかスタイリング剤で代用できそうなものは私は大島椿が一番かなと思います。で、今回はスタイリング用としてのおすすめのヘアオイルを3つ紹介していくんですが、いつも私の動画を見ている方だったら、どうせ N ドット入ってるんでしょって思うはずですよね。まあ、どの動画にもほぼ N ドット使ってますからね。確かに N ドットのオイルは私も昔から愛用していて、本当にいいヘアオイルだなって思うんですが、あれはもう殿堂入りっていうか、私がもうお気に入りすぎてかなり偏った意見になっちゃうかもしれないので、なんと今回はあえて入れておりません。でも本当にすごいいいヘアオイルなので、ぜひ皆さんも使ってない方いたらぜひ使ってみてください。ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、 N ドットのオイルを抜いた状態で行ったランキング、どうなるのか皆さん気になりますよね。はい、それでは早速発表していきます。まずは第3位、ドゥルルルルン、じゃーん、ダイアンボヌールシグネチャーオイルです。このヘアオイルの成分は 99.9% のオーガニックのひまわりオイル、アルガンオイル、サボテンオイルなどで、無添加の髪以外にも全身に使える安心の成分です。保湿力だったりツヤ感も私が普段使ってる N ドットポリッシュオイルにかなり近くて、すごく使いやすくておすすめです。数滴手に取るだけでもしっかり髪全体に伸びてくれるので、割と長持ちしてくれるのでコスパもいいかなと思います。ただこれは天然由来のオイル全てに共通するんですが、どうしてもやっぱり酸化する心配はありますね。オイルは酸化してしまうと、どうしてもなんか油っぽい匂いだったり嫌な匂いの原因になってしまうので、だいたい3ヶ月ぐらいで使うのが目安ですね。このダイアのオイルは香りもブルージャスミンやオレンジフラワー、グラスローズの3種類から選べて、どれも香りの持続は問題ないのでとってもおすすめです。髪のパサつきが気になる方だったり、毛量が多くて髪のボリュームをダウンさせたい人にとってもおすすめなヘアオイルになるので、気になる方はぜひ使ってみてください。続いて第2位は、ドゥルルルルン、じゃーん、ルベルモイオイルです。このオイルは愛用してる方も割と多いんじゃないでしょうか。見た目的に女性でも男性でも使いやすいデザインになっていて、家族だったりカップルで共有しやすいのもおすすめポイントです。このオイルの特徴で言うと、サラッとした質感で程よい濡れ感を出してくれるところです。こちらは自然由来の成分 100% でできていて、当然全身のケアにも使うことができます。大体手に2プッシュぐらい取れば髪全体に馴染んでくれて、ちょうどいいツヤ感出すことができます。多めに出せば結構ね、しっかり濡れ感出すこともできるので、自分の好みに合わせて使
い分けできるっていうのがおすすめポイントですね。あとはドン・キホーテとか市販でもお買い求めやすい点も嬉しいですよね。このオイルは髪をベタつかせたくないけど、でも程よい濡れ感が欲しい、髪のパサつき抑えたいっていう方にはとってもおすすめのオイルなので、気になる人はぜひ使ってみてください。それではいよいよ第1位はぐるるるるじゃん、ダビネスオーセンティックオイルです。こちらはイタリアのヘアケアブランドダビネスさんから出ているヘアオイルです。これはもう堂々の1位ですね。このオイルを簡単に説明すると、少量でツヤ感が出せるおしゃれオイルです。本当に使ってもらうと分かると思うんですけど、1滴2滴3滴ぐらい手に伸ばして髪の毛につけると、本当びっくりするほど伸びが良くって髪に濡れ感を出すことができます。このオイルの触り心地自体は結構サラッとしてるんですけど、髪につけるともうすごいびっくりします。もちろんこのオイルも天然由来のオーガニックオイルになっていて、髪だけじゃなく全身の保湿に使うことができます。私もたまにお風呂上がりにタオルで水拭かずにそのままオイル塗って乳化させて馴染ませて保湿するときあります。もう濡れたままの状態にオイル塗ると本当にちゃんと乳化されてクリームっぽいというか、なんか変な感じあんまりしないです。ちゃんと全体に広がりやすくなるのですごくおすすめです。私が大好きな田中みな実さんがやってるって聞いてちょっと真似してやってみたりしちゃってます。やっぱりね、あの田中みな実さんのすべすべな感じ、全身がもうツヤツヤの感じがね、私も憧れているので、もう田中みな実さんがやってるってことはもう全部やって、いつか私も田中みな実さんになりたいって思いながら毎日過ごしてるんですけど、一旦ちょっと愛が強すぎて話が逸れていきそうなので一旦話は戻します。で、このオイルがおすすめな方は濡れ感のあるスタイリングが好きな人ですね。香りもはっきりとしていて、オーガニックオイルって時間が経つとちょっとえぐみのある香りがしやすいんですが、このオイルは時間が経っても割と他のものと比べて香りが持つかなと思います。スタイリングの仕上がりの良さだったり使いやすさから今回は第1位に選ばさせていただきました。濡れ髪が好きなおしゃれさんにはもってこいのヘアオイルになるので、ぜひ一度使ってみてください。はい、以上がおすすめのヘアオイルベスト3の紹介でした。どのオイルにもそれぞれ特徴があって選ぶのにすごい悩んだんですが、あくまでも私のあの独断と偏見で選んだ順位なので、自分の髪質だったり求めている条件に合うものを選ぶといいかなと思います。ただ今日紹介した3つのオイルはどんな方でも比較的合いやすいオイルかなと思うので、購入のしやすさだったり値段だったり使い道などで選んでもらうといいかなと思います。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンお願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントお待ちしております。そしてあやまるべヘアチャンネルの公式 LINE もあります。 LINE を追加していただくと5つのプレゼント動画もありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。